こんにちは、デリッシュキッチンです。ヨーグルト塩チャーシューの作り方をご紹介します。ワンランク上のチャーシューに仕上げる秘密をご紹介。豚バラブロック肉 400g を用意し、塩小さじ1、胡椒少々をまぶします。保存袋に入れ、明治ブルガリアヨーグルト LB81 プレーン乳素材だけ無添加を用意しましょう。アレンジしやすい注げるタイプのプレーンヨーグルト。キャップをしっかり閉めて振ってからご使用ください。 150g を加えます。ヨーグルトに漬け込むことでしっとりジューシーな仕上がりに。空気を抜きながら袋の口を閉じて揉み込みます。冷蔵庫に入れて3時間ほど置きましょう。豆苗1/2パックは根元を切り落として3等分に切ります。玉ねぎ1/4個は繊維を断つように横に薄切りにし、水に10分さらして水気を絞りましょう。フライパンにサラダ油大さじ1を入れて熱し、漬け汁を拭って豚肉を入れ、全面に焼き色がつくまで転がしながら中火で焼きます。水 400cc、 生姜の薄切り3枚を加え、煮立ったら蓋をして弱めの中火で30分煮ましょう。粗熱が取れるまでそのまま20分ほど置き、汁気を切って食べやすい大きさに切ります。ボウルに明治ブルガリアヨーグルト LB81 プレーン乳素材だけ無添加 50g を入れ、塩小さじ 1/4、 おろしにんにく小さじ 1/4、 レモン汁小さじ1を加えて混ぜましょう。器にヨーグルト塩チャーシューを盛り、ソースをかけて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。